どうも、九州タワーズのタス滝です。タワーズは、なんかちょっといつもと違いません雰囲気。ラストサムライラストサムライ、ね、ラストサムライ、ラストサムライ。なんか髪の毛なんか後ろで結んでない？ちょっと、大丈夫？ちょっと、より人みたいになってない？大丈夫？同じ九州出身だからね。ちょっと尊敬してんの？ラストサムライ、ラストサムライね。なんかジャケットもなんか普段とちょっと違ってなんか お父さんの下がりお父さんの下がりです。大丈夫それ。はい、ということで、いいんですよ、この話は。はい、今回はですね、うん、新年明けましておめでとうございますと。まあ、正直、2人で今回、今日ね、初めて新年経って会って、僕ね、この新年一発目、うん、高尾さんと1個やりたい企画があったんですよ。何？福袋開封です。おー、でも福袋、はい、初じゃないですか。久しぶりだな。そう、僕は初めて買いました。いや、僕人生で1回しか買ってこない。あ、でも僕も1回ありますけど、そのファッションじゃないです、カメラの福袋から。ああ、ビッグカメラ。はい、でももう中身が分かってて、うん、ミラーレス一眼が入ってるっていうのだけは、なんで、ほぼ、まあ、ほぼ外れなしみたいな。俺も最後に買ったのは、ほんと高校生の時の初売り。なるほど。かな。はい。だから僕の場合は、もう、得しても1万円ぐらいだったんですよ。まあ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 。洋服って結構ね、はい、かなり得するじゃないですか。得するようなこと書いてあるよね。はい。大体なんか、僕も福袋買うってなって、どんぐらいなんですかってお店に聞いたら、大体相場は5倍から6倍ぐらいだし、もうほんと相場なんですよ。例えばだから1万円だったら大体5、6万円、うん、2万円だったら10万か12万、うん、5万円だったらやっぱり30万から、あ、25万から30万ぐらいみたいな、うん、まあ損害が相場みたいです、うん、なるほどね、はい、いやでもなんかごめんね、はい、開ける前から言っちゃって、はい、福袋って大体がっかりしちゃうよ。いやまあそうですね、僕も分かんないですよ。ただまあ好きなお店のショップのね、もう置いてる商品ほとんど好きみたいな、うん、だと全然良くないですか。いやまあね、はい、それなかなかないからね。まあまあそうですね。で今回一応サイズごとにあって、うん、僕 L サイズっていうサイズを買って、うん、まあちょっと福袋ね、うん、そうだよね、はい、先に見ちゃいましょう、うん、どのショップなのみたいな。そうそうそう、はい、ということでここです。ケーブさんです。はいはいはい、はい、これもうね、僕はもう2日3日ぐらいには買ってたんですけど、うん、今日もう8日ですよ、7日か、うん、高尾さんにね、会うためにやっぱ一緒に会いたいなと。なるほどね。それまでちょっと、いいじゃん、保管してました。いいじゃん、いいじゃん。はい、で、今回買ったのが、まあ、今年は2万円分しかなかったので、うん、2万円分です、うんうん、なので、大体10万から12万円ぐらいと金額は。なるほどね、はい、出ました。8万、9万得してます。そうです。いや、楽しみだね、これは。これはちょっとさすがに楽しみでは。楽しみですか。うん、まあ、2万円、ちょっとちょうど良くないですか、なんか2万円って。1万円だとなんかこのぐらいの価格帯だとちょっと心もとないじゃないですか、うん、ちょっと5万円分となったら、まあ、2万円だったら間違いないかなと。なんかで3万円だとちょっともう新品買えちゃうじゃんってなるんで、うん、ちょっと2万円でなんか4、5点入ってるみたいなことは聞きました。まあ開けていきましょうよ。早速じゃあ開けていきましょう。じゃあまずいきましょう、こいつから、うん、はい。お、シャツですか、これは。白シャツじゃないですか。結構マジ欲しかったんですよ。使いやすいやつやん。ちょっとね、ブランドはね、正直存じ上げてなかったです、僕。コメントします。ESSE。いや、ほんと知ってる方いれば教えてください。まあまあ、ほんとに白シャツって感じですね。サイズ50なんで、ちょっとでかいかもしれないですけど。うん、でもいいんじゃないですか、やっぱ、はい、ちょっと白シャツ、僕本気狙ってたんで。何枚あってもいいですよね、白シャツって。でも実際、はい、まあ、とりあえずもう、これはちょっとそんなに喋るとこないんで、うん、次行きましょう。はい、行きましょう。はい、着なくていいですか。着なくていいか。え、着たらもうすごい時間かかりますよ。行きましょう。行きましょう。続いていきます。はーい。はい。お、これはドリームス。なんか、バンドティーみたいな、なんか。いや。感じですかね。僕もあんまり存じ上げてはないです。何で笑ってるんですか、さっきのね、会社がドリームワークスだったから、ちょっと連鎖しちゃって、夢が。夢詰まってんなっていうことですか。ちょっと調べてみますね、僕も。アメリカな、メイドイン USA の。メイドイン USA の、まあ、T シャツです。まあ、ちょっと、まあ、僕っぽくないですけど、全然でも、これあるんですよね、いい結構、ケーブさん、こういう、ちょっとアメリカの、はい、ちょっとそう、なんていうか、まあ、セレブが着てそうなとか、はいはい、みたいな感じで。はい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 、ヴィンテージ風合い T シャツみたいな結構置いてあるんで。言われてみれば確かにヴィンテージね。普通に1枚で着てもさらっと着る感じにはすごく。そうですね、最近買ったちょっとデニムとかに合わせてね。えねえねえ、インパクトあって結構。サイズこれは M サイズですね。うん、台着てそうだけどね、こんな感じで。ということでドリームスということで、うん、僕ちょっとこれ本当にまだ存じ上げてなかった。はい、続いていきましょう。続いて、えいっ、白のセット。何ですか。あ、これ見たことあるぞ。あ、なになに、借りました、リベルム。リベルム、これはケーブさんで大体見たことある。はい、あ、見ました。これ結構新しいんじゃないですか。なので記憶にあるんで。でもあれです、なんかこうメッセージっぽい。そうですね、ラインが3本入って、うん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 、なんかスウェットになってます。これは本当に、これは今のところ一番いいかも。
マジで、ね、うん、白なんで、まあ全然この次のシーズンも SS も着やすいアイテムかなとは、ね、そうだね、そうだね、結構割とゆったりめなのかな。そうですね、ゆったりめで、サイズもちょっとなんか L 相当だったんで、サイズもまあ、あ、ミニなんで、まあ全然着れるんじゃないですか。いいんじゃないですか。これ、確か多分日本のブランドだったんで。あ、そうなの。はい、なんかリブも結構しっかりしてて、結構いいみたいな、うん、これ結構すると思います。ほんま、普通に買ったら。続いて、T シャツ、白シャツ、T シャツ、トレーナーって感じで着てましたね。はい、いや、良かったです、これ、うん、レベルも入ってて、正直また次ね、ドリーム来たらやばいなと思ってたちょっといや、でもまあ、仕事入ってるよ、まあ2点はあるわけです。そうです、あと2点あります。オッケーオッケー、行きましょう。これ、行きました。ちょっとパンツっぽいです。お、はい、お、いいんじゃないですか、これは。これはすごく使えそう、イージー。あ、これはいい。なになになに、メゾンフラネール、イタリアの。これはいいっすね。ちょっとやってテンション上がりました。こちらです。僕持ってます、これ1個パンツです。あ、そうなんですか。はい、で、まあ、ちょっとスラックス、イージー仕様なんですけど、うんうんうん、ちょっとスラックスっぽい生地感というか、表面の表情で、うん、で、リブがついてるんですね、裾にも。サイズが合えば48なんで、あ、多分全然大丈夫ですね。いいんじゃないですか。ちょっとまあ大きいかと。スタイリングがすごく楽しめそうな。ここから SS ね、使えるかなと思います。うん、はい、やっぱ SS に結構あれですね。はい、やっとなんか春先物が多い感じですね。そうですね。まあでもなんかアウターが入ってる場合もあるとかないとか言ってたんで、うん、もしかしたらラストアウターが入ってるかもしれません。ラストラストラストいきます。はい、ラストはなんとアウターじゃありませんでした。でで箱ディアドラ出たです。出たよ。これいいんじゃないですか。僕この今一番嬉しいです、これが。その前にちょっともう一個入ってました。あ、ほんま？もう一個入ってます。これが手袋が入ってますね。いいじゃないですか。あ、いいやいいや。こんな感じでできます。うん、はい、ということで最後ドドン。はいはい、これは僕も知ってますね。田中さんこれちょっといいなとか言ってたもんね。うん、ディアドラ前だけ遊びた時に、そうそうそう、この買おうって言ったもん俺。大体ね、2万円前後だったよね。そう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 。なんかイタリア産かイタリア産かじゃないかでちょっと値段がちょっと違って、なんか言ってたね、1万円台か2万円台か。そう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 。まあちょっとここにもメイドインイタリーって書いてるんでね、これ多分イタリア産のになるんじゃないかなと思って。いいじゃんいいじゃん。箱もすげえ電気入ってます。うん、箱に、あ、 N9000 じゃん。え、ちょっと読み方ちょっと僕もそんなにあれだ、違ったらちょっと教えてください。これ結構代表的なモデルっすよ。いや、しかもグレーとカラーリングがいいね、すごく。福袋でこのカラーリングがめちゃめちゃありがたいなんかね、もうド派手なのが来たりとかね、そう、よりはこういうベーシックな感じがいい。これいいじゃん。いいんじゃないですか、これ今のところ一番嬉しい。確かこれランニングシューズの、あ、ランシューなんだね、モデルだったと。はいはいはい、なんかテニスシューズとかなんかそういう感じの、なんかまあちょっとほんと詳しくはないんですけど、いろいろあった中の。確かですよ、ちょっと調べてみます。あ、そうですね、ランニングシューズの最高モデル N9000 らしいです。いいじゃん。多分これ2万円のぐらいのやつじゃないですか、もしかしたら。これだけでもいいですね、この切り返しが。またこれ当たりじゃないですか、サイズさえ合えば。でも多分28って書いてるんで多分大丈夫。いいんじゃないですか、普通に。いや、ちょっと履こうとしてる。あ、ごめんなさいバレました。いや、いいですよいいですよ、履いて。いや、いいんじゃないですか。いや、僕正直、はい、これ一個で、これ一個でね、これ一丁だって。これ一個でもほぼほぼもっと取れてんじゃないかなってちょっと思うんですよ。これ一番嬉しいですね、個人的には。あ、サイズ問題ですね。あ、サイズ全然いいですね。すっぽりいけた？いけてますけど。いいじゃん、いいじゃん。いいっすね。で、なんかこういうなんか、本当にベーシックなスニーカーってなんか、うん、あんまり意外と持ってなかったんで。確かにね。意外と持ってなかったんで。ちょっと。アンダーソンとかのド派手なバッグだったからね。そうそうそう。ああいうね、やつばっかり。なんだかんだこういうのが一番使いやすいからね、結局。なんだかんだ。なんだかんだ履いちゃうんよ。楽だから、こういうの。まあ、個人的にはありかなと。めちゃめちゃ思います。ありがとうございます。イタリア産っていうのもやっぱ、ね、結構ラッキー。今回イタリアに当たった感じですかね。某州にゆかりのあるブランドが多かったから、はい、まあ日本のブランドもありましたけど、うん、ですね。はい、いや、まあエッセじゃないですよリベルムですね。合計何点ですか。じゃあ合計結局1、2、3、4、5、6点か。6点入ってました。だから1個1万、プロパー1万で考えても6万だからね。結構2万円の割には6点って結構すごい入ってるなと思います、うん、ね。はい、いや、個人的にはめちゃめちゃまあありなのかなって、はい、正直言って
これ俺の個人的なあくまでも希望的観測、うん、個人の感想だけれども、はい、福袋のいいところって、はい、結局自分が普段手を出せないような、はい、まあそうだ、新しい出会いも出てくる、そうそうそう、アイテムにこう巡り合うチャンスがあるから、うん、そこでこう自分の新しいこうスタイリングの、はい、開拓になる、はい、いい機会を与えれるチャンスなのかなと思ってるので、まあ、ただね、福袋なんで僕の場合これだったんですけど、うん、バチンとこう当たる人もね、この感じだといるなって思いました。確かに、だって物としてはいいの入ってるでしょ、うん、ラネル入ってるし、うん、リベルも入ってるし、うん、ディアドロ入ってるでしょ、うん、で、まあキレブさんの後のなんかこうアイテム見てると、うん、キツネさんとか全然いてもおかしくない、確かにですね、ルメールとかも確かにね、確かに確かに全然ある、たまたまコメント何か減ったのがそうですだってだけで、はい、パチンとハマる人はハマってたかもしれないですね。そうだね。いやでも僕としてはね、すごくね、このディアドラ入ってるってだけでも、まあいいのかなと。はい、だからプロパーで買おうとしたかもしれない。超1、2ヶ月ぐらい前に、はい、で考えたら、これがプロパーで手に入って、さらにプラス、はい、じゃあおまけでこれあげるって言われたら、めちゃめちゃ嬉しいから。わかりました。まあ確かにリピーターが出るのもなんかわかる気がします。理解できます。はい、ということで、はい、今回は、ケイブさんの2万円分の福袋を開けてみたっていう動画でした。まあまあ正直な感想ですね、うん、こうなんか期待を膨らませてた感じもあるんですけど、まあなんかそれもね福袋としてあって、まあ買うやっぱ意味がやっぱあるのかな、まあ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 そうだね。で実際に中身は全然そのもう使えるアイテムいっぱいあったんで、うん、まあこれからねなんか僕もアクセントにそうだねしていきたいなと、そうだね、個人のアクセントにね、そうだね、していきたいなと思います。そうだね、はい、ということで今回は以上です。またお会いしましょう。バイ。